こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、その秋服、ひょっとしたら古いかもというテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、大人の着こなしというのはですね、結構ですね、20代の後半とか30代前半ぐらいから止まってしまっていて、そこからですね、同じような着こなしをずっとしている方、結構少なくないかなと思うんですね。ある程度若い頃であれば、ファッションにそれなりに興味もありますし、モテたいみたいな気持ちもあるので、それなりにですね、おしゃれ楽しんですが、まあ大体ですね、20代後半から30代前半でお仕事が忙しくなったりだとか、まあご結婚されて、まあそこまでですね、デートで服を着ることがなくなったりすると、そこからファッションが止まってしまっていることも少なくないんですね。そうなると着こなし自体がちょっと古臭くなってしまうってことが少なくないかなと思います。そしてこのようにですね、今着てるものに対してちょっとそれ古いかもって言ってくれる人って周りにはなかなかいないもんなんですね。まあ特に日本人は優しいですし、気使いなので、なかなかそういったことを言ってくれないので、まあ、今回はですね、こちらの動画の中で、まあ、僕ら大人世代がよく着がちで、でもちょっとこれ、ひょっとしたら古いかもしれないなというものをですね、皆さんにお伝えしつつ、それをどのように変換すれば、より素敵になるのか、まあ、より今っぽくなるのかというところまで、まあ、しっかりと解説をしたいなと思っていますので、まあ、よかったらですね、皆さんのクローゼットの中を見ながらですね、今回の動画を参考にしていただきたいなと思っています。もちろんファッションに正解はないので、それが絶対に NG というわけではないんですが、ちょっとアイテムを変えてあげるだけでよりですねファッション楽しめるようになるかなと思いますし、まあ、他人から見た時の評価も上がったりするので、よかったら参考程度にお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッション基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですね、ちょっと古臭く見える可能性のある秋服ですね、皆さんに具体的に解説をしたいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね、こちらのような薄手のタイトなカーディガンですね。まあこれですね、パッと見悪くないかなと思うんですね。まあ、ちなみに今回ご紹介する5つのアイテムってどれもですね、ベーシックで定番的なアイテムなんですね。なのでかつては全然 OK だったものが、今見るとちょっと古臭くなってるというところが結構難しいところなんですね。まあ定番と言ってもですね、やはり年々少しずつ変化するんですね。まあデザインはそんなに変わらなくても、ちょっとしたサイズ感が変わったりだとか、厚みが変わったりだとか、まあ色合いが変わったりだとか、まあそういった微調整を繰り返しながら、定番も少しずつアップデートされていくものなので、その中で一つ目にご紹介する薄手の結構タイトなカーディガンっていうのは、ちょっとこう今っぽさが出ないかなというところで、注意が必要なアイテムかなと思います。まあ、僕自身も薄手のカーディガン大好きで、今まで何度も購入をしてきました。確かに便利なんですね。例えば秋であれば T シャツの上にさらりと着れば着こなしが完成しますし、あとはですね、シャツの上にカーディガンを着てジャケットを着るようなスタイリングで、まあ、中間着としても役立つので、薄手のカーディガンって便利なんですけども、ここ数年はですね、カーディガンのトレンドというものも変化してきていまして、タイトなカーディガンっていうのはちょっとこう下火になってるかなと思います。これなぜかというと、ファッションの流れとして、ちょっと前まではノームコアだとか、こうベーシックで癖のないスタイリングというのが流行ったかなと思うんですね。その流れの中ではタイトなスタイリングというものが正解だったんですが、そこからファッションの傾向は変わってきてまして、今ではこうタイトなシルエットのものはそこまで着ないですし、どちらかというと少し緩さのあるようなスタイリングというところが、まあ時代の流れとして少しずつ定着してきているので、そういった中では結構ですね、薄手のカーディガンでタイトすぎると体のラインがそのまま出てしまいますし、ちょっとこうなよっとした感じが出てしまいがちなので、なかなか今のトレンドにはハマりにくいのがこのような薄手のカーディガンかなと思います。ただカーディガン自体が NG というわけでは全くなくて、同じようなベーシックなカーディガンであっても少しですね、生地の厚めのものを選ぶといいと思います。薄手のものではなくて中肉厚で、サイズ感も肩のラインなんかを見ていただきたいんですが、タイトなものよりも少し肩のラインが落ちてるものを選んでいただくと、今のトレンドにも合っていますし、まあ、僕たち大人世代の場合ですね、体型のムチムチ感みたいなものを拾わなくて済むので、より似合いやすいのがこのような、今のトレンドを抑えたようなカーディガンかなと思います。まあ、このようなカーディガンは、セレクトショップのオリジナルですね、グリーンレベルですとか、417ですとか、まあ、このあたりに行けば間違いなく手に入れることができますし、ユニクロでももちろん取り扱いがあるんですが、どちらかというと GU です。
ですね。GU の方がこのあたりの少し緩めで、なおかつ中2活のニットは得意としてるので、このあたりを選んだ方が、まあ、はるかに今っぽくなるかなと思うので、まあ、参考程度にですね、いくつか概要欄にリンクを貼っておきますので、まあ、そちらの方からチェックをしていただきたいなと思っています。本当に同じアイテムであっても、サイズ感と厚みだとか、このあたりが違うだけで、まあ、全く別物になるので、やはり定期的に服を入れ替えることは、めちゃくちゃ重要だと思います。まあ、僕の動画の中では、大体3年を目安に服を買い替えるのがいいよという形でお伝えしているかなと思います。これはトレンドサイクルというところも踏まえた上での一つの提案なんですが、まあ、3年くらい経つとちょっとずつ雰囲気も変わってきますし、まあ、お洋服自体もそれなりにくたびれ感が出てくるので、まあ、それぐらいのタイミングで今売ってるものに変えてあげれば、ちゃんとですね、今のトレンド感を拾ったようなアイテム、ユニクロですとか GU、グローバルワークでもしっかりと揃うので、まあ、こういったものに変えてあげるといいんじゃないのかなと思っています。はい、続いて二つ目なんですが、こちらのような白だとか淡いブルーのジャストサイズのボタンダウンのシャツですね。これまたもう定番中の定番ですよね。まあ、僕もこれまでに何冊か本を書いてきていますが、まあ、その中でも初期の本の中ではこのあたりはもう定番的なアイテムなのでマストですという形で書いていたんですが、まあ、時代も少しずつ変化していくんですね。今から7、8年前に僕は一冊目の本を出したんですが、その当時であればボタンダウンのベーシックなシャツというのはすごく使い勝手が良かったかなと思うんですが、今ではどちらかというとシャツの襟型もボタンダウンではなくてレギュラーカラーですね。当時はそこまでレギュラーカラーってたくさん並んでいなかったと思うんですね。それよりもちょっとイタリアっぽい襟型のカッタウェイだとかワイドカラーのシャツなんかも結構ありましたが、逆にそういったものが今少なめになっていて、レギュラーカラーですね、このあたりが多かったりするわけなんですけども、レギュラーカラーだったりだとか、あとはバンドカラーシャツだとか、このあたりが店頭に並んでることが多いかなと思います。ベーシックでいつの時代でも間違いないはずだった白だとかブルーのボタンダウンシャツも、今着ると本当に普通に見えてしまって、今っぽさがちょっと漂わなかったりだとか、休日のお父さん感っていうのが出てしまうので、ちょっと変化をさせてあげた方が僕はバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ、シャツのサイズも少しゆとりを持たせてあげた方がいいと思うんですね。もうベーシックといえばユニクロなんですが、まあ、ユニクロであっても年々ですね、ベーシックなもののサイズ感もちょっとずつ変化してるんですね。以前に比べればサイズ感少しゆとりを持たせてありますし、このようにベーシックも年々進化するということは頭の片隅に置いておくといいかなと思います。シャツのサイズ感も少しゆったりめにしてあげて、肩のラインを落としてみたいだとか、最初から少しゆとりのあるようなシャツは、まあ、ユニクロよりも結構このあたりは GU だとかグローバルワークですね、同じような価格帯だったらこのあたりが強いです。またはセレクトショップのオリジナルというのはこのあたりをしっかりと抑えながら展開したので、このあたりで買い物しておけば通常の皆さんのサイズを選んでもしっかりと今っぽい少しゆとりのあるサイズ感になっているので、より心配はないかなと思います。襟型はボタンダウンも悪くはないんですけども、レギュラーカラーだとかバンドカラーだとか、このあたりを選んであげれば、まあ、ベーシックではあるんだけども、今っぽさというところがほんのり漂うかなと思うので、まあ、ぜひこういったものに変換しながら、今の時代感に合ったものを選んでみていただければなと思っています。はい、続いて3点目なんですが、こちらのような薄手の V ネックのニットですね。これまた定番中の定番で、僕自身も何度も何度も買ってきたアイテムなんですけども、今は少し下火になってきてるかなという雰囲気はあります。まあ先ほどカーディガンのお話もしましたが、やはりですね、時代の流れとともに薄手でタイトなもの、体のラインを綺麗に出すような、ちょっと綺麗めすぎるアイテムというのは、今のちょっと空気感とは合いづらくなってきてるかなと思います。もう今から15年ぐらい前の僕は、V ネックのニットを素肌をがっつり見せながら着て、その上にジャケットなんかを着てたんですね。今思うと激チャラな着こなしをしてたわけなんですけども、まあそのような着こなし今でもしてる方はたまに見かけますし、あとはですね、先ほどご紹介したようなボタンダウンの白だとかブルーのシャツに対してこのような V ネックのニットをですね、重ね着するようなスタイルも、まあ定番っちゃ定番なんですけども、ちょっとこう今っぽくは見えないかなと思うので注意が必要かなと思います。じゃあ V ネックのニットが NG なのかというと、そんなことはなくて、また最近ではですね、少しずつ復権してきているところもあるんですね。丸首のニットが圧倒的な定番的なアイテムとして今は浸透してきたんですが、そう
なるとその反動で V ネックに回帰する人たちもいるんですね。ですので最近では V ネックのニットをちょこちょこと見かけるようになりました。ただやっぱり大きく変わっているところはサイズ感ですね。タイトなものではなくて少しゆとりを持たせてあったりだとか、あとは厚みも違います。ちょっと中肉厚だとか、それよりも少し厚みがあるものですね。そういったものでちょっと凹凸感があったりするものですね。つるっとした感じの綺麗なニットではなくて、凹凸感のあるような編み地がですね、ちょっとこうしっかりとわかるようなですね、 V ネックのニットというのは旬なアイテムになってきてるかなと思います。まあ、このようなものを白 T の上に重ね着をするみたいなスタイルは、まあ、すごくバランスがいいかなと思うので、こういったものにするのであれば V ネックは間違いないかなと思うんですが、まあ間違いないのはですね、丸首のニットですね。このあたりは未だに大定番なので、こっちに変えていただいた方がまずは手っ取り早いかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目はですね、こちらのような丈の短いですね、ピーコートですね。これまたですね、結構メンズにおいては定番的なアイテムで、まあ結構ですね、学生時代に着ていた方だとか、若い頃にですね、ピーコートをちょっとシャープめに着てたという方も少なくないかなと思います。まあ場合によってはこう、ピーコートの襟を立てて着るなんていうスタイルも流行ってた時期があるので、まあこのあたりをですね、今でも大事に持っている方いらっしゃるかなと思うんですが、まあ最近はあまり使われなくなってきたかなというのが、まあ、正直なところかなと思っています。まあ、丈の短めのアウターというのも最近はですね、だいぶ選択肢は増えてはきているんですが、まあ、ピーコートというのは結構丈が短い中でボタンもですね、たくさんついてますよね。まあ、6個ついていて、割とこうデコラティブなアイテムですし、それでいて着丈が短いので、まあ、どうしても子供っぽく見えがちなので、なかなか難易度が高いアイテムの一つかなと思います。まあ、同じようにこういったボタンが6個ついているようなコートであれば、丈の短いピーコートよりはもう少し丈の長いですね、トレンチコートの方がはるかに大人男性には似合いやすいかなと思いますし、まあ、ショート丈のブルゾンっていうのも色々とありまして、例えば今期グリーンレベルさんと一緒に作ったこちらのカバーオールなんかは、まさに今使えるような丈が長すぎないですね、ピーコートに変わるようなアウターなのかなと思っています。同じメルトン系のアイテムでも、このようにピーコートをベースに作ってるのか、カバーオールをベースにしてるのかで全くですね、感じ方が変わってくるんですね。ですので、まあ、ちょっと丈の短いものでさらりと秋にですね、アウター羽織りたいなという方は、まあ、このようなカバーコール系に変えてみるのもいいんじゃないのかなと思っています。まあ、今回の動画を見ながら結構ですね、同時に断捨離をしていくとすごくいいかなと思うんですが、まあ、なかなかですね、長い間愛用してきたものって手放しにくいかなと思うんですが、まあ、このような形のものがまた数年後にトレンドに復活するってことは基本的にはないんですね。もし同じようなピーコードであっても、もちろんですね、復活することはあるんですけども、その時にもやっぱり丈の長さだとか細かなサイズ感っていうのは、かつてのピーコートとは別物になっていることがほとんどなので、まあ、昔買ったような丈の短いピーコートであれば、まあ、手放してみるのもいいかなと思うので、よかったら検討していただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目のアイテムなんですが、こちらのようなダメージの入った細身のブルーデニムですね。このあたりもかつてはですね、履いてる方多かったなと思います。僕はダメージの入ったものはさすがに履いてはいなかったんですが、まあ、20代前半にディオールオムというブランドに出会って、もう本当にバイトをしながらなんとか購入したのも覚えていますし、その後もですね、細身のデニムはいっぱい購入をしました。まあ、当時原宿にあったラウンジリザードというお店でボトムスを買ったりだとか、新たな細身のボトムスのブランドが出たら、まあ、いろいろと試してた時期もあるんですが、まあ、そのようなタイトなボトムスのトレンドというのもある程度定番化してきて、まあ、今ではですね、ちょっとおしゃれな方であるとあまり選ばなくなってきたかなというのが、まあ、正直なところかなと思っています。まあ、僕自身もタイトなボトムスは本当にここ数年全く履かなくなりましたし、そういった意味ではこういったブルー系のダメージデニムはちょっと今の時代にはそぐわなくなってきてるかなと思っています。ただブラック系の無地のデニムとかであれば、細身のもの、これはですね、定番的に使えますし、決して旬なアイテムというわけではないんですが、やはりスタイルよく見えますし、これはこれでピチピチにビタビタに細くなければ、僕は結構使い勝手がいいかなと思うので、全く問題ないかなと思います。ただ細身でなおかつ色落ちもがっつりしていて、ダメージまで入ってるものだと今見るとですね、チャラく感じられたりだとか、時代の雰囲気と合わなかったりするので、古臭く感じることがあるかなと思うので、まあ、こういったものはちょっと手放した方がいいんじゃないのかなと思っています。まあ、僕自身もデニム大好きでいろんなものを買ってきたんですが、先日ですね、まあ、とあるブランドのすごく気に入っていた
細身のですねデニムを1本手放しました。シルエットめちゃくちゃ綺麗ですし、色落ちの加工の雰囲気もすごく綺麗なんですね。まあ、気に入ってはいるんですけども、なかなかですね今の着こなしの中で使う機会がなかったので今回手放したわけなんですね。なので時代によってどのようなアイテムというのが旬になってくるのかっていうのは変わってくるんですね。ですのでちょっとこのような細身のダメージ系のデニムというのはもし持っていたら手放した方が今のタイミングではいいんじゃないのかなと思っています。じゃあどのようなボトムスがいいのかというと、これは僕の動画の中では何度もお伝えしていますが、まあブラック系のイージーパンツですね、ユニクロのスマートアンクルパンツですとか、あとはグローバルワークのアーバンスラックスですとか、まあ、このあたりがまず間違いのない選択かなと思います。まあ同じデニム系のものを選ぶのであれば、まあ細身のものでもいいと思うんですね。まあストレートの細身のもので、色落ちはがっつりしてるものよりはほとんどこう色落ちしてないような上品に見えるデニムの方が大人の男性には似合いやすいのも間違いないところかなと思います。ただですね、トレンド感漂うようなワイドシルエットの色落ち系のデニムみたいなものもかっこいいんですけども、なかなか30代後半から40代の大人世代が履いてしまうとだらしなく見える可能性があったりするので、そこまでトレンドに振りすぎるのも意外と危険かなと思うので、まあ細身のデニムを選ぶのであれば、まあなるべく濃い色のものを選ぶということですね。インディゴブルーの濃いものだとか、もう定番のブラック系のデニムでももちろん問題はないかなと思うので、このあたりを使っていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではその秋服ひょっとしたら古いかもというテーマで、まあ、具体的にですね5つのアイテムを皆さんにご紹介させていただきました。どのアイテムもアイテムそのものに罪は全くありません。それぞれ名品だと思うんですね。ただやっぱり時代の流れとともにベーシックなもの、定番的なものであっても今の時代とあまりフィットしないということも少なくないんですね。そしてサイズ感であったりだとかディティールが少しずつ変化しながら今の時代にあったような定番というものがしっかりと存在するので、まあ、かつて買ったもので大定番だなと思っていたものでも古臭くなっている可能性大いにありますので、まあ、ぜひですねそういったものは一度手放して今店頭に置いてあるような定番的なアイテムというところに改めてトライをしていただくのがいいかなと思います。まあ、なかなか人間というのはですね僕も含めて変化するのが怖い生き物ではあるかなと思うんですね。なので今まで着ていたものに安心感があってちょっとこう今のサイズ感だとか今のトレンドを抑えたものを着るときには最初は違和感があったりだとか抵抗感もあったりするのも当然なんですね。ですがそれも慣れます。何度か着てるうちにあこういうもんなんだなっていうものが、まあ、目でも慣れますし感覚も慣れてくるので少しずつそのような形でアップデートした方が、まあ、古臭い着こなしにならないかなと思いますし今のご自身の雰囲気に合ったものも選びやすいかなと思うので、まあ、ぜひ今回の動画を参考にしながらクローゼットの中を開けてみてチェックして場合によっては断捨離をしながら新しいものを買い直すというところで皆さんの着こなしアップデートしていただければなと思っています。こちらのチャンネルではこのような形でメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしたいなというふうに思ってるんですが、まあ普段の動画の中ではなかなか語らないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまたは専門ブランドのアイテムですね、このあたりに関しては僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週に1本ですねライブ配信をやっていまして皆さんの質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方は動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。まあ、こちらの方では動画じゃなくてですね文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日配信をしています。僕も毎日記事を書いていますし、また僕以外のスタイリストも記事を書いてくれていたりだとか、あとは参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができたりします。おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方は動画の下の概要欄の方からぜひチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。